すいません、お願いします。勝ち釜っていう、はい、あの YouTube のチャンネルで、はい、あーもうそれでしかないでしょはい、愛知支部508に一色涼雅です。お願いします。寒いです。寒さ対策、年明けからちょっと気合い入れ直して、まあ、いい1年にしていこうという意味で、まあちょっと前乗りの段階でちょっと気合い入れてみました。もう言わなくても分かると思うんですけど、気合い入れてきましたね。気合い入れました。ちょっと唯一無二の存在になろうと思って。これは3日前ですかね。もともとちょっとこのクツナさんにちょっと似た髪型になっちゃったんですけど、真似したつもりはないんですけど、まあ、それをちょっと長くなってきたんで整えに美容師に行ったところ、ちょっとこれじゃ変化もないし面白くないなということで、なんかやってみないかっていう話になって、でまあ思いついたのがこういう感じですね。いや面白いんじゃないかってその時は思ったんですけど、まあ時間を重ねるにつれて、ちょっとあの街中とか、まあレース場でもそうなんですけど、知らない人から笑われた時にちょっと一線超えてるなと、ちょっとやったかもしれんっていうか確信に変わりました。やったなこれと。ちょっと一回一周してもらっていいですか。はい、やってますね。はい、もうどこから見てもやってるなって思われるんで、まあかろうじてこの競技はヘルメットかぶってるんで、その間だけは大丈夫です。明るい感じで笑われたりコメントされる分にはまあこんな髪型なんでいいんですけど、なんか怖い顔で見られるの困りますね。どうすればいいか分かんないです。ちょっとみんな温かい目で見守ってもらえればいいかなと思います。これっていう髪型ないんですけど、やっぱり面白い髪型がいいですよね。なんか人がしてないような髪型にしてみたいです。髪色とかいろいろ。ちょっとじゃあ リクエストしてもらっていいですか。どんなポーズがいいですかね。なんかありきたりじゃ面白くないですもんね。こう上せり上がってきてもらうみたいな。あ、こうあの、あ、いいですよ。はい、勝ち釜。勝ち釜。